ドコモプライムシリーズ回 -01B は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末であるドコモプライムシリーズの端末2008年秋冬モデルの回 -01A の後継機種でありハイスペック防水といったコンセプトを継承したモデルでもあるカメラの有効画素数は1220万画素にアップまた デジタルカメラ向け画像処理エンジン、ミルビュートの技術を継承した、携帯電話向け画像処理エンジン、ミルビュートモバイルを搭載したことにより、カメラ能力を最大限に引き出し、質感の違いやディテールまで忠実に再現。また、このエンジンに備えられたノイズリダクション処理によりザラつき感を極力抑えたことで、高感度モードの利用で最高感度 ISO25600 を実現し、 これまでは撮影が難しかった極端に暗い場所でも明るく写真を撮影することが可能になった。また、レンズは広角 28mm を採用したことで被写体との距離が近くてもより広範囲に撮影することが可能になった。ディスプレイサイズも解マイナス 01A の3.2インチから解マイナス 09A と同じ3.4インチに拡大された。また、 回マイナス1 a では、ビューアーポジションにしないと、タッチパネルは使えず、タッチ操作できる機能も限られていたが、本機種では、ビューアーポジションせずとも、タッチパネルが利用可能になり、タッチで操作できる機能も大幅に増え、手書き入力、タッチキー入力が搭載されている。また、回マイナス AQA のものを継承した、ショートカットメニューも搭載されている。 防水性能も強化され、これまでの IPX5、IPX7 等級に加え、新たに IPX8 等級にも対応。これにより、水深1.5メートル以内の水中でカメラ機能が使えるようになった。また、防塵性能 IP5X 等級にも対応したことで、幅広いシーンでの撮影を可能にした。セキュリティ機能も豊富で、富士通生端末では、 定番となった指紋センサー、携帯を閉じるたびにロックがかかる開閉ロックに加え、画面オフの状態から設定した時間経過後にロックがかかる画面オフロック機能も追加された。さらに指定された人物やグループに関する情報をまとめて非表示にすることができるプライバシーモードや手持ちのマイケロスディカードにパスワードを設定できるマイケロスディパスワード機能も搭載した。 受信メール件数も2500件にアップし、よりたくさんのメールを保存することが可能になったほか、進化したスーパーはっきりボイスさんにより、音声通話時の相手の声を周辺の騒音に応じて自動調整し、聞き取りやすくなった。オート GPS 対応以下のアイアプリが購入時に端末にプリインストールされている。ありがとうございます。